カルマの法則因果応報とは、自分にした行為が自分に返ってくる。スレ主はカルマの法則に興味を持ち、自ら多くの検証を行い、この法則の根拠や原理を確かめていきました。今回はこのシリーズパート3になります。前スレ動画は概要欄に URL を貼っています。合わせてぜひともご覧ください。それではどうぞ。因果応報があるなら、なぜ、ずるいことをしている人ほど、罪悪心にありつくことが多いのか？大晦日に母が急打飛、会話中に自分の目の前で発作を起こして、自分の腕の中で呼吸を止めた。心魔がきちんとできなかったのか、蘇生できずそのまま、今日、俺の弟のような甥っ子のような、母さんの忘れ形見のような、うちの末期癌の猫が言った。佐伯側に来てくれて、腕の中で多品で言ってくれた。どちらも腕の中で命が消えていくのを感じた。人の猫も皆同じだと。体温も感じにくい主でも同じだろう。動きの少ない植物でもそうだろう。無心で見つめてるととにかく感じた。何が正解だったのか、わからん。祈りも想念も瞑想もせず、ただ見つめてやれることを見極めてやってきたのに、なんで落ち度のないいやつから先に、苦しんでゆくのか。俺も苦しい。みんな苦しい。なんだこれ。おい。元気出せよ。少なくとも、今までやってきたことは、間違いではないと思う。とりあえず、言った後の礼は、しばらくは、この世界に近い層にいるから、何かしらの念を送るのはやめておいた方が良い。ただ愛しい、骨壺になっても、今までみたいに声かけて、その時々で居心地良さそうな場所にいてもらって、水とご飯も用意して一緒に飯食ってる。今日休みで朝からさっきまで待ったり、二度寝してたら母さんと猫と会えた。けど二人ともこっちの世界と同じように発作を起こしたり、体調崩して、災の際に当たったりしてた。あっちの世界でも母が倒れた時、電波って119の前に110してしまっていた。猫も助けてあげられんかった。ごめんなさい。とてもお辛い気持ち察するにあまりあるものだと思います。この世を去ったお母様や、弟分の猫さんの状態などに関して、潜在意識からの情報提供を試みることは可能だと思いますが、いかがでしょうか？場合によっては、お母様からあなた様にお伝えしたいことがわかることもあるかもしれません。実は、投稿があった時から、それが得られるか試みているのですが、現時点では得られず、この場合はあなた様の許可がいるように感じました。実際得られるかどうかは不明ですが、まずは試みてみることが大切だと思い、あなた様に、この件について、ご希望されるかをお聞きしたいと思い、この書き込みをさせていただきました。何かあれば本人から直接聞けると待ち構えてまして、猫からは、ちゃんと世話してよ。って怒られてしまいましたが、母からは最近は特に何もないです。一気さん経由でも何かあるのでしたら、ぜひ聞きたいのでお願いします。承知いたしました。情報が得られるかどうか、定期的に試みてみますので、今後、何か情報が入ってくることがあれば、お伝えさせていただきますね。また、情報が得られない場合でも、書き込みをさせていただきます。ご家族との離別は辛い面が多いと思いますが、何かのお役に立てれば幸いです。何らかの情報が入ってきたので、お伝えいたします。お母様からは、息子あなた様からの愛はいつも伝わってくる。とても嬉しいです。優しい子に育ってくれて嬉しい。家に関しては自由にしてくれて構わない。面倒な処理を任せる形になってしまいごめんなさいといった内容でした。ちなみに、あなた様がお母様に意識が向けすぎると、かえって、お母様があなた様に近づきにくくなるため、自身のことなど、別のことに意識を向ける方が良いようです。あなた様は家の今後を決める立場にあられるのでしょうか？そのことに対してお母様が、痛く気にしているように感じましたので、また、生前から、自身お母様にとらわれずに、あなた様には自由に生きてもらいたいと強く思われていたようです。もし、あなた様が家の処理を決める立場にないのであれば、この情報には信憑性が薄れますので、僕を通じて情報を得られなかったのだと考えていただければ幸いです。実際に相手に伝えるまでは、情報の真偽が僕にもわからない点、申し訳なく思います。ちなみに、猫さんに関しては、ご家族との日々により知性、人格のような洗練された意識が芽生えており、ある程度文化的な暮らしを営んでおられるようです。また、肉体の制約がなくなったこともあり、言葉を話せるようにもなっていると思います。猫さんには様々な事情により、お母様はまだ会っていないようですが、
時期に再開できると思います。この情報が正しいものかはわかりませんが、何かのお役に立てれば幸いです。ありがとうございます。家については、遺品の整理等のことだと感じました。ありがとうございます。情報の真偽は定かではないのですが、僕個人としては、他死後の世界は存在していると考えています。ですので、お母様と猫さんとの再会は必ずできると思います。自他死などはかえって再会を遠ざける危険性が非常に高いのですが、この度はご縁をいただきありがとうございます。なんか抱えきれない思いが生じたら、また書き込みいただければ幸いです。赤社の蛇の拒絶。赤社の蛇というは、アカシックレコードのことかな？ウィキによると、アカシックレコードは、赤社、アーカーシャあるいは、アストラルコウに宇宙の記憶がすべて刻まれているという。ちなみにアストラルコウ、エーテル体は、初期の霊的世界において、蛇として象徴されたものらしいね。ワイの解釈が間違っているのであれば申し訳ない。そうだよ。中国神話によく出てくる、女かと福気の双子の蛇のような姿をしていたようですね。一致さんは具体的な文章を読まなくても、相手の心情や背景や記憶を、潜在意識からの情報提供として読み取ることができるのですかね？ご質問をいただきありがとうございます。ここ数年は潜在意識からの情報提供を受ける形で、様々な人のご相談に乗っていました。情報が得られることも多いのですが、その場の条件次第では、得られないこともあるようです。また、得られる場合は、その人の精神的欠点の克服に関わる情報に、多くは限定されていると僕は考えています。ただ、情報が得られる範囲は、厳密には分かっておりません。カルマの法則の知識も、元は潜在意識からの情報提供により、知った部分が多いので、そうした知識も得られる範囲にあるようです。ネット越しに相手の潜在意識を読み取るとかできるわけねえじゃん。思いつきで適当なことを言ってるだけだな。もしかしたら、おっしゃる通りかもしれませんね。その場合、こうした活動を通じて、僕の間違いを証明できますので、それは世界にとっても、素晴らしいことだと思います。一応、リーディングやチャネリングなどの霊能力は訓練次第で身につけることができます。ただ、潜在意識実体も、我々と同じように、きちんとした意志を持っているため、誰しもがうまくいくとは限りません。例えば、怠け者で何もかも中途半端で終わる A さんと、努力家で決めたことをやり遂げる B さん。あなたは A さんと B さん、どちらをサポートしたいかと言われれば、当然 B さんの方です。B さんのように、自分自身の潜在意識を味方につけると、願いが叶いやすくなったり、自身のアストラル体が一つに融合するため、言霊の力が上がったりするそうです。しかし実際は自身の幼少期のトラウマなど、メンタルブロックによって、少し複雑化しているのですが、ここでは割愛させていただきます。また、これらを踏まえた上で、一致様は潜在意識について、どのような定義を持っているのか、詳しく書き込んでいただければ幸いです。とてもお詳しいのですね。僕の場合は、潜在意識と実体の定義は分けておりまして、潜在意識の定義は、自我意識じゃないところから生じる思いや、知恵の源に存在する何か、といったものです。ただ、僕が潜在意識という言葉を使う際のイメージとしては、窓口のような捉え方です。ですので、潜在意識イコール H という感覚ではなく、H になるかどうかは次の、実体の質によると考えています。実体の定義は、他死後の統合先である自我、となります。この世における自我の精神年齢が、おおよそ、他死後の世界における自我の大きさだと考えています。大きいほどに、より多くの自我が統合されており、また、他死後には、より多くの前世や、他世界における記憶が、戻ってくるという認識です。また、その統合先の自我、実体の影響は今世においても存在していまして、自我意識の外側から現れる、知恵や情報の一部を、実体による知恵と呼んでいます。ただ、この世における表面的自我の殻を破れていない場合ですと、自我意識の外側から現れる思いや知恵などは、守護霊と呼ばれる存在からか、別の存在、さらにはこの世においては、悪魔と呼ばれるような存在からと、幅広くあるものだと考えています。ですので、自我意識じゃない思いや、知恵を受け取る場合ですと、論理や動機の分析などにより、作業を行うことが大切だと思います。とても丁寧なレスをありがとうございます。一致様のおっしゃる自我の大きさというのは、他非後の霊体の考え方と似ていますね。この世で良い人格を作る霊格を高めると、
多死後の霊界では霊覚に比例して、自身の霊体も大きくなるようです。これは霊覚の高い人の霊体は大きく、地獄に落ちるような人の霊体は、実に小さいということです。例えば、世界中の神話で共通していることは、仏や神は普通の人よりも、大きく書かれることが多いですよね。神と呼ばれるような人たちは、霊覚が非常に高いので、このような描写も霊的に見れば、決して間違いではないようです。ただ、霊覚が高くなると、自身に与えられる試練困難も、より大きなものになるので、一概に、霊覚を高くするだけするというのも良いとは言えません。今後もまた、興味深い情報を共有できたらと思っております。一致様のおっしゃる自我の大きさというのは、多死後の霊体の考え方と似ていますね。そうなんですね。今回も様々な興味深い情報を教えていただきありがとうございます。それで、霊覚が高くなると、与えられる試練も大きくなる。というのは、面白い観点だと感じました。改めて考えると、霊覚とは、定義が難しいものですね。一般的には、愛情深い人や感情が揺らがない人などを、霊覚が高いと評されることが多いように思います。これを前提にして考えると、筋力の強い人の筋力を向上させるには、より大きな負荷が必要なのと同様に、愛や感情の揺るぎなさが、不動のものである人ほど、より大きな負荷が必要になるという論理には頷ける面があります。僕自身もそのような事例を何度か見てきたので、その説には論理、実例の面からしても、信憑性を感じます。ただ、霊覚は非常に難しい概念ですね。他者に奉仕したことで、自身の霊覚が、高まったと信じ、他者を見下して、傲慢になることがあれば、それは霊覚の低さを証明することになるように思います。愛情深い人や感情が揺らがない人などを、霊覚が高いと定義した場合の話ですが、実際は、世界に対して真に、良いことができている場合、その善行は自尊心を上げるのではなく、自尊心に影響されてしまう不安定な自我ごと、除去される方向に行くのだと考えています。人間の進歩の道のりが永遠にあるなら、誰が霊的に上化したかなどは、幻想に等しい概念なのですが、実際はその幻想が機能してしまっている実情もあるかもしれませんね。人間には真に上下など、ありはしないと思うのですが、上下どちらの立場の経験も未来の糧になるのだと考えています。こちらこそ、いつも素晴らしい情報をいただき感謝いたします。一致さん、これまでのレスにあまり熟読できていなくてごめんなさい。カルマの法則を利用した精神成長だけでなく、目的も結果も求めず、行動することも、真の自由を得るための手段としていいそうです。素晴らしい書き込みをいただきありがとうございます。目的も結果も求めずに行動する。というのは、何かしら意図のある行動をしないということでしょうか？実は、僕自身も無動機での行動を心がけていて、自身に意図がある状態では、できるだけ行動しないようにしています。これと同じ概念だとしたら、体験的にその意味が少しわかる気がします。ただ、こうした行為は、自我意識による判断基準を取り除く行為ですので、極端に客観性を損ないやすく、ある程度精神の成長を果たすまでは、お勧めできない方法として認識しています。精神の成長の目安は、保身の思いが湧きづらい度合い、他者の言動に感情が揺さぶられない度合い、この世の事象に対して、善悪の二元論的な意識から脱している度合いなどを考えています。真の自由は面白いテーマですね。一時の物的自由を求めても、かえって、物的に自由ではない時間が、苦しくなるといった形で、精神の自由は得られなかったりします。僕の経験上では、不労収入により、経済的自由を得ても、働くことへの苦痛や恐れが増したり、精神の自由に行き着けなかったりしますね。真の自由とは何かは、議題に挙げる価値のある興味深いものだと思います。公教育で用いられる教科書、そのまま信奉するようでは、それは経典を信じて、疑わぬ宗教の信者と同じことです。科学は信じることから始まるのではなく、疑うこと、懐疑することから始まります。そこからブレイクスルーが生まれるのです。無動機の行動も、うなされていたのですね。あなた様も、さっき書かせていただいた僕の解釈と近い概念なのですね。様々な感情をやり過ごした末に、無動機での行動が生じるのですが、この行動は、長期的に良い結果になりやすいと考えています。感情の絡んだ、自我による短絡的な行動を防げるということが、理由の一つだと思います。ただ、
感情の揺らぎの根源である、自我そのものを除去せずに、感情をやり過ごすことばかりをしていると、すべては無であり、すべては錯覚であるというところに行き着き、身動きのできない状態になりがちだと思います。この場合ですと、すべては名であると、信じ込む自我に囚われている状態なのですが、この盲信の状態を生じさせる根源である、不安定な自我が少ない状態であれば、無動機の境地は潜在意識からの情報を、より一層受けるために、良いように働くと考えています。すべては名であるという境地に至ったことがまだないのですが、詳しくありがとうございます。一気さん、今世間から袋叩きにされているオマルナ敬語がカルマの法則を、これ以上ないほど、明確に証明する事象だと思います。およそ40年前の悪逆記号が、現在の内部体直前になって、疑心に返ってきたのです。それも疑心の行為が何百倍、何千倍にもなって返ってきているのです。それも疑心の行為が何百倍中黒何千倍って、暴行すぎて馬しかやねえのと思うわ。村丸富一みたいに、97歳になっても大したツケが回ってこないやつは、他日後や来世はもっと悲惨なんだろうな。過去の行為による影響が自身に今、目に見える形で返ってきたとして、それが一見、別の種類の事象で返ってきた場合に、過去の行為が自身に、どの程度返ってきたかを測れるか、というのは興味深いテーマだと思います。いじめた人たちへの影響と、自身の築いてきた信用やブランドが崩れるということは、天秤にかけたらどちらが重いのか、と考えてみるのも、新たな見識が得られるような気がします。考えるに値する重要なテーマだと思いました。僕が思うに、カルマの法則は、自身の行為による世界への悪影響から、実際はかなり割り引かれて、自身の身に苦難が返ってくるのだと考えています。おそらくこのあたりは、行為の動機によって、大きく変わる部分だと認識しています。そうでなければ、人間は過ちを繰り返すばかりで、成長していくことは難しいですし、実際に成長できる以上は、過去の行為の悪さ以上に、現在の良い行為が報われやすいことが、根底にあると思っています。オマルダ敬語さんについて存じ上げなかったのですが、調べてみました。1994年の1月の雑誌での、障害者に対するいじめの告白が話題になり、オリンピック・パラリンピックの開閉会式の楽曲制作陣から辞任することになった。ということがあったんですね。この事例をもとにカルマに関する考察を書こうと思い、少し長くなりましたので、数回に分けて投稿いたします。この首都圏でカルマについて考察する場合、過去にした他者を害する行為により、現在、社会的な損失を、この方が受けておられるという点において事実だと思います。仮に、これが障害者の方への奉仕活動など、明らかに人道的に良いと見られる行為であれば、この方はオリンピックの楽曲制作を続けることもできたのは間違いないところでしょう。この点から考えるに、今回のような、様々な人たちからの批判が生じるかどうかは、人道的に良いか悪いかという基準で決まりやすいことが、この現象から明らかになっていると思います。この人道的というものの見方が、何から生じているかについては、今回は考察の対象にしないようにします。ただ、その一方で、同様のことをしている人間は、オマルダさん以外にもたくさんいて、その人たちに、オマルダさんのような困難が生じているわけではないという事実もあるでしょう。これに対して、僕の場合ですと、過去の悪い行為により、目に見える困難が生じていない人たちには、人格面にその影響が蓄積され、その人格を克服するための困難を、今世にせよ、来世にせよ、経験することになるという、理論をお伝えしていました。今回の事例は、過去の他者を害する行為に対して、巡り巡って、自身が様々な損失を受けることがある、ということが証明されているのですが、僕の理論までも、証明するものではないのが事実でしょう。ちなみに、この首都圏で僕が気になったのは、いじめの告白に対する、25歳時点での脇の甘さ。オマルダさんから直接損害を受けていない人までも、オマルダさんを責めている現状は何を意味するか。の二つです。まず前者についてです。通常、大多数の人が、えぐいと感じるようないじめの内容を告白することで、自身の立場が危うくなると、発想するのが一般的なのですが、彼の場合はそうではなかったようです。僕の考えるところでは、挫折経験の少なさが、背景にあるように思います。音楽の才能があること、家計上、芸能面でのコネなど、
影響力のある環境で育ってきたことがまずあり、挫折経験の少なさが、いじめは卑劣な行為という認識を、少なくとも、25歳まで、根付かなかせなかった原因の一つであるように感じます。僕がカルマ的に解釈するのであれば、他者に対する共感力を人格に養うための挫折経験、社会的に下の立場による経験が、自身の才能や環境により、得にくかったことがあるように感じました。他には、先天性のサイコパスという見方もあるのですが、サイコパスに関しても、一括りにできない概念だと思います。大まかには、サイコパスは、他者の苦痛に対する共感性のなさを主とする、精神の特殊性を指すのでしょう。オマルダさんの場合ですと、仕事に関わる部分に関しては、その仕事をやっていけるほどに、様々な人との交流もこなしていた事実があります。この時点で、仕事上に関わる、共感性があることは、明らかになっているのだと思います。ちなみに、その業界における立場が、強すぎるのでやっていけた、という考えもありますが、仮にそうであれば、周囲により、自身の価値観について指摘されることが少なく、自身の人格を強制することは難しく、ソシオパス、後天的に形作られた他者の苦痛に鈍感な性質のような、傾向が増していたことになると思います。仮に先天的にサイコパスな性質を負ってしまっていたのであれば、この方の責任能力は少し落ちますので、カルマの埋め合わせにより、潜在的性格における進歩順化が進むと思います。また、それを放置した周囲の人、主に親族などの責任が高まり、その影響は周囲の人の人格面や、物的環境に及んでいるでしょう。ただ、サイコパスな性質を、生まれながら負う場合においても、偶然ではなく、深い部分にカルマが、働いていると僕は考えています。次に、僕の気になった点の一つである、彼から直接損害を受けていない人までも、この彼を責めている現状は何を意味するかについてです。論理客観性を突き詰めれば、直接損害を受けた相手ではない、いじめの件に関係のない人たちが、オマルダさんに非難を向けるのは、理にかなわない行動です。しかし、その一方で、そうした声がなければ、オリンピックの楽曲にオマルダさんが、携わり続けた可能性が高いのもまた事実でしょう。また、過去の障害者の方へのいじめの卑劣さはパラリンピックの開会式で、オマルダさんの楽曲を使い続ける方が、難しいというレベルであり、仮に、携わっていたら、オリンピックのコンセプトの一つである、多様性と調和に真っ向から反することを、明らかにやっていた人による楽曲が、開閉会式に使われることになっていた事実もあります。これは明らかに不自然であり、オマルダさんと直接関係のない人からの非難の声の多さが、自然な方向へと導いているのも確かです。個人視点では、オマルダさんに過剰な非難を向けるのは理にかなわないのですが、全体視点では、それが理にかなうように流れが作られているように感じます。しかし、だからといって、オマルダさんから直接被害を被ったわけではない人が、せめていいかと考えると、個人単位では、良くない影響が見られるのが事実です。というのも、抵抗できない障害者の人をいじめる行為と、自身の遠くにいる抵抗できない人を遠隔で責める行為は、本質的に同質だからですね。この行為は、自身の人格に悪影響、見識を狭めるなどの影響を残し、未来には、狭まった見識を広げるための困難を乗り越える必要が生じるため、個人単位で見れば明らかに良くない行為となります。自身の精神に穴を作り、その穴を埋めるための困難を未来に作るのは、性質としては、自傷行為に近いように思います。ただ、全体としてはこうした、オマルダさんのような話題が上ることで、徐々に、個人へのいじめは少なくなる方向へと向かうとは思います。大多数の人が特定個人を攻撃することで、大多数の人に作られてしまう、正義を自身と直接関係のない他者に振りかざす性質。正義感による実質的ないじめの性質は、全体的にはここの卑劣ないじめ、自身の欲を満たしたいだけのいじめを減らすのですが、根本的には、多様性を認める社会には繋がらないので、いつかは、断ち切られる必要のあるものだろうと僕は考えています。ちなみに、人間の肉体本能には、いじめを誘発するようなものがあるので、いじめは消えないという考えはあるのですが、人間の精神は、肉体本能にのみ影響を受けているわけではないと思っています。むしろ、肉体の本能に、いじめを誘発する性質があるからこそ、それを意識的に抑えることができれば、
精神により強い力を得ることができ、それは肉体本能を超越できるという認識があります。オマルダ圭吾さんの事例に関する考察をしっかり書こうと思ったら、かなり長くなってしまいました。大変申し訳ございません。考えの筋道を一つ一つ明らかにしつつ、短く書くのはなかなか難しいことですね。昨今の異常な不倫叩きも同様の陰湿さを感じます。と同時に、不倫した芸能人へのバッシングが苛烈すぎて、一般人も不倫を控えるような風潮になってきたのは、怪我の功名なのかもしれません。有名人が先にこっぴどく叩かれ、一般人が後に我が身を振り返るという構図を見ると、聖人君子でもない限り、こんな時代に下手に名を売ると、致命傷を負いかねませんね。僕も、世間で頻繁に起こる過剰なバッシングは、全体的には良い方に少し働いている面があっても、最善には程遠いものだと思います。人間が誰かを非難する際の思考プロセスの最初の方に、相手の行為を、自身の価値観に照らし合わせるというものがあります。これは相手を自身の価値観に近づけようとする、コントロールの性質が強くて、特に、自身に直接害をもたらした存在ではない相手に対する非難行為は無意識に、支配できない相手を、支配しようとする性質に近づけてしまうものですね。その結果、日常生活の中で、なんで相手はこういう行動、自身の価値観に沿わない行動をするんだ、などの葛藤を抱える自我が強まり、これにより最終的には、自身を苦しめる結果になってしまいます。ただ、自身の価値観にそぐわない相手を、責める非難ではなく、客観性に基づく分析による指摘をしたり、意見を出すということであれば、その行為に客観性が含まれている分だけ、自身を苦しめるような、狭い自我は生じないと思います。人類の進歩のためにも、影響力の強い、有名人の問題行為は、問題行為として意見を出す存在は必要なのですが、その問題を起こした有名人の責任を超えた範囲まで安易に責めてしまうのは、客観性論理に書きやすいと思います。人間一人の問題行為には、先天的に負ってしまった性質幼少期からの環境や、接してきた文化の性質まで多岐にわたりますので、責任はそれらのものに分散されているので、個人を感情的に非難すれば、それら問題の根本原因となったものを、放置する結果になりがちですね。また、相手は問題行動だけを繰り返す存在ではなく、未来まで見れば、より良い行動を取れる可能性が大きいのですから、有名人の行為を論じる場合、そうした部分も分析する必要もあるように思いました。そうした他者に対する客観的な分析、論理に基づく分析をしようとすることは、自身をより賢くし自身の人生を良くしますので、この点も因果応報、カルマの法則が働いているように思います。論理客観性を突き詰めれば、直接損害を受けた相手ではない、いじめの権利関係のない人たちが、オマルダさんに非難を向けるのは、身にかなわない行動です。このくだりは誤っていませんか。犯罪的な虐待行為を知って、それを非難する行為は、正常な反応だと思いますよ。他人がレイプされても、自分は関係ないから、知ったことかなどという人がいたら、私はその人の人格を疑います。オマルダが五輪の関係者だから、批判されていることと、オマルダが過去にやったことを、批判されていることが混同されていませんか。というのも、抵抗できない障害者の人をいじめる行為と、自身の遠くにいる抵抗できない人を遠隔で責める行為は、本質的に同質だからですね。これも誤りだと思います。被害を受けた障害者は抵抗できるけれど、それがうまくいかない。それゆえに、ハンディキャップを持つ弱者という位置づけです。それに対して、オマルダは、社会的には成功者であり強者です。強者に対して、いじめは成立しません。社会悪に対する強烈な拒否反応として、オマルダバッシングが起きているのでは、カルマの法則は、個人のカルマが最適なタイミングで発動すると言います。今回のオマルダに関しては、もはやこれまで同様の活動は、不可能となるでしょうから、築き上げてきたキャリアが、これにて破綻したと思われます。まさに因果応報カルマの法則です。しかしこれでも懲りずに、弱者を嘲笑い続けるのであれば、その都度、負のカルマが発生し、絶妙のタイミングで痛い思いをするのでしょう。そうやって少しずつ自身の行為を、修正していく作用が、カルマの法則にあるのでは？僕の考察にご意見をお寄せいただきとても嬉しいです。論理客観性を突き詰めれば、
直接損害を受けた相手ではない、いじめの件に関係のない人たちが、おまるださんに非難を向けるのは、理にかなわない行動です。このくだりは誤っていませんか。犯罪的な虐待行為を知って、それを非難する行為は正常な反応だと思いますよ。多くの人が現状を取っている行動という点では正常だと思うのですが、良い行為かと言われると、そうではないというのが僕の認識です。おまるだが五輪の関係者だから批判されていることと、おまるだが過去にやったことを、批判されていることが混同されていませんか。この点が少し理解しかねますので、差し支えがなければ、少し補足していただくことは可能でしょうか。僕自身もこのおまるださんの一件に対する理解が十分ではない可能性があります。僕はこの一件を、おまるださんは、五輪の関係者であるがゆえに、過去の過ちの告白が今話題になり、過去も話題には上っていたようですが、五輪の楽曲制作陣から辞任するに至った、という形で捉えています。そのため、考察においては、おまるださんの一件によるオリンピックなどを含む、国民全体への影響過去の行為が、起こった性質はどのようなものか、などの観点を含め、また、スレの性質もあり、カルマに関する考察をしたつもりでしたが、混同している部分は、まだわからない状態です。この混同している部分に関して、教えをいただければ幸いです。間違いがある場合、その訂正の機会をいただけるのは素晴らしいことだと思います。貴重なご指摘をありがとうございます。多くの人が現状を取っている行動という点では正常だと思うのですが、良い行為かと言われると、そうではないというのが僕の認識です。1、この文章の意味がわかりません。おまるだの残虐な行為に怒りを表明することは、当たり前の反応であることを、一致さんは正常だと評価したと理解しますが、ならばその反応が善悪における善ではないとする認識が理解不能です。文章が矛盾しています。おまるだが五輪の関係者だから、批判されていることと、おまるだが過去にやったことを、批判されていることが混同されていませんか。おまるだを五輪に起用した組織委員会に対する批判と、おまるだ自身に対する批判のことです。ですから一と、いかにも一致さんの主張は理解しがたいのです。論理客観性を突き詰めれば、直接損害を受けた相手ではない、いじめの件に関係のない人たちが、おまるださんに非難を向けるのは、理にかなわない行動です。2、組織委員会はおまるだの過去の残虐行為の発覚により、その職を解任していますが、それ自体が善悪における、善ではないということになりますよ。おまるださんを非難することは、多くの人が通常やるであろうことという意味では、あなた様のおっしゃる正常な反応という言葉の意味に近いと思います。ただ、通常やること、正常な対応が、最善とは限らないという趣旨の発言でした。体に悪いものを食べるのが通常だったとして、それが、身体のために良いわけではないのと同様です。おまるださんを多くの人が感情的に非難するよりも良い対応はあるだろう、ということです。簡潔に書きすぎたようです。大変申し訳ございません。一致さんはまたしてもおかしな論理となっています。これは奇弁または誤謬だと思います。一般人の正常な反応を、一致さんは、善ではないと述べました。正常な反応を、多くの人が通常やるであろうことと言い換えていますが、このように少しずつ、本来の意味からニュアンスや意味を変更しているのはよろしくありません。体に悪いものを食べることは、正常な反応とは言いません。毒を食らうことは規制されるものです。ですから一致さんの奇弁が目立ちます。奇弁を使うということはその時点で、一致さんの主張が誤っていることを認めたも同然です。おまるださんを多くの人が感情的に非難するよりも良い対応はあるだろう、ということです。感情的に非難することが正常な反応であり、それに対応することはまた別の話です。ということで、ここでも論理のすり替えといった奇弁が見つかります。組織委員会はおまるだの過去の残虐行為の発覚により、その職を解任していますが、それ自体が善悪における、善ではないということになりますよ。これはおまるださんを大多数が非難することを、正常な反応と認めながらも、それを良い行為ではないとするなら、大多数の非難を考慮しての解任が自然、良いとするのは矛盾があるということでしょうか。実際は組織委員会による解任ではなく、おまるださん自身で辞任をしたということですが、この議論にあたって、それはあまり重要ではないので、あまり掘り下げないようにします。結論からお伝えすると、非難により、
おまるださんが解任されることは自然なのですが、それ自体は全体にとって、大きな成果ではないと考えています。理想論なのですが、仮に、おまるださんの行為の根本原因を分析され、その責任を超えた分まで、責めない世論が大多数になった場合においても、解任はされていたと思っています。ただ、僕のカルマの法則に関する考えでは、質の高い世論が当たり前に形成される場合であれば、そもそもおまるださんは過去のような、いじめ行為をせずに済んだであろうという認識がありますが、これは議論に挙げるのにふさわしくない見解なので、考察に入れていません。僕の考えるところでは、全体にとって、大きな成果につながるのは、世論がおまるださんの過去の行為の根本原因に目を向けられ、次に起こりうる同様のいじめが未然に防がれること。個人の負った罪がどの程度かを、冷静に見極めずに責める風潮が少なくなることといったことだと思います。解任されるかどうかに関しては、解任されるのが自然と考えるものの、それだけでは、それほど全体にとっての善にはなり得ないと考えています。おまるださんの明らかになった悪い行為は、障害者を持つ方数人に対する過去のいじめであり、それは何千万もの人が集中して、叩くのに値することなのか？また、その行為に至った、おまるださんの根本原因は幼少期のどのあたりにあったのだろう？その根本原因は自身や他の人にも見受けられ、改善を要するのではないか？と、より多くの人が考えられるところまで、おまるださんの過去の行為に関する世論の質を高めることができたなら、それが理想と考えています。僕の場合は、これを善として考えているので、微力ながら、今回のような考察をさせていただきました。この文章も混乱が見られます。無意味こぎつけないでください。疑念が根拠になっていると、このような意味不明なことになってしまうのです。最善や質の高い世論といった一致さんの主観的な判断ばかりが強調され、何をおっしゃっているのかわかりません。前提が論理的に破綻している。それゆえに疑念を浪しているので、結論も誤っていると考えます。一致さんのお話が以下のように、すぐに全体がといった抽象的なものになるばかりで、話をごまかしている印象ばかりを受けます。世論がおまるださんの過去の行為の根本原因に目を向けられ、次に起こりうる同様のいじめが未然に防がれること、個人の負った罪が、どの程度かを、冷静に見極めずに責める風潮が少なくなること。僕自身も障害を持つ子供の親なのですが、育児はなかなかの大仕事ですね。ただ、育児は十何年と集中して取り組むに足る非常に面白いテーマでもあります。引き続きあなた様の僕の考察に対する疑問に返信をさせていただきます。大変お待たせいたしました。おまるだは社会的には成功者であり強者です。強者に対していじめは成立しません。僕の場合は、相手に不当な扱いをすることが、いじめの定義であるがゆえに、相手の物的環境社会的地位を考慮していません。仮に、おまるださんの成功基盤が、おまるださんの過去の行為を非難する人、から奪い取ったものであれば、奪い取られた人がおまるださんを責めるのが、不当である度合いは下がり、その責めは、いじめではなくなると思うのですが、そうでない場合ですと、お金がたくさんあることや社会的地位がある場合、その人を非難することはいじめにならない、と考える根拠は、僕のいじめの定義からは、見つからないように思います。差し支えなければ、あなた様のいじめの定義を教えていただいてもよろしいでしょうか？人それぞれ言葉に対する定義は異なりますので、それに応じて、結論も変わるのだと思います。相手に不当な扱いをすることすべてを、いじめと呼ぶのであれば、相手が納得しないことも、すべていじめとなってしまいます。一致さんの主張にはこのようなご都合主義的な言動が目立ちすぎです。権力者などの不正を追求するマスコミは日々、いじめをしているとは言いません。これが現実ですからお間違いなく。素晴らしいご質問の数々、とても嬉しいです。こうしたご質問をいただくとより一層、スレをご覧になる方々にとっても有益だと思います。僕自身、あなた様のご質問は、想定していなかったものが多いので、非常に参考になります。正常な反応を多くの人が通常やるであろうことと言い換えていますが、このように少しずつ、本来の意味から、ニュアンスや意味を変更しているのは、よろしくありません。実は、僕自身も心身を害すような反応は、正常な反応とは思いません。正常な反応についてしっかり定義した上で、話を進めようかと最初思ったのですが、
僕自身の定義で話を進めると、より一層理解が困難になりそうなので、通常、多くの人がする行動を、正常な反応という形で話を進めてみました。ただ、それが故に、理解しにくい状態になってしまったことにお詫びを申し上げます。正常な反応についての僕自身の定義は、真相に見合った反応や行為のことです。真相とは何か?について膨大な論証を要するので、僕自身の正常な反応に対する定義をもとに議論しない方が良いなと思い、僕自身の定義を使用しないようにしておりました。それで、上記の僕自身の定義でいくと、体に悪いものを食べるのは、身体の働きの真相に対して見合っておりませんので、正常な反応にはならないと言えるでしょう。これは精神とは別の、肉体面での正常な反応という点に限っての話なのですが、同様に、相手の責任を超えた範囲まで、非難することは自傷行為に等しい。と僕は考えますので、僕自身の正常な反応の定義からすると、それは正常な反応ではないとするのが事実です。ただ、僕自身の定義ではなく、あなた様は、社会悪に対して非難をすることは、正常な反応だと考えておられるので、この社会悪に対して非難をする行為に対して、正常な反応とした上で、話を進めていったのですが、それがわかりにくさを生んでいたようです。実際は僕自身が非難を浴びせる行為を、正常な反応と思ってない上で、非難するのが正常な反応という定義に合わせて話を進めたゆえに、正常な反応だが、良い行為ではない。という理解の難しい表現になってしまったのだと思います。あなた様のご指摘はごもっともでしょう。次回からは単語に対する意味を極力設定した上で、話を進めるようにしますね。おまるださんを、多くの人が感情的に非難するよりも良い対応はあるだろう、ということです。感情的に非難することが正常な反応であり、それに対応することはまた別の話です。ということでここでも論理のすり替えといった奇弁が見つかります。この場合、ニュースを受けての対応、というものに、定義を定める必要があると思います。あなた様は感情的に非難するということを、対応と分けて考えておられるのだと思いますが、ニュースを見て怒りが込み上げた状態が、非難するということなのか、知人や SNS などにおまるださんはひどいやつだ、ということが非難するの範疇に入り、対応は別のこととして考えるのかを明白にすることで、この議論にとって大切だと感じました。僕個人の意見としては、知人や SNS で発言した段階で、それは他者の意識に影響を与えるので、対応の範疇だと考えています。一致僕の場合は、相手に不当な扱いをすることがいじめの定義であるがゆえに、あなた様相手に不当な扱いをすることすべてをいじめと呼ぶのであれば、相手が納得しないこともすべて、いじめとなってしまいます。これに関しても簡潔に書きすぎたようです。不当かどうかは相手や自分の心理によって、決まるのではないと考えています。その出来事を取り巻く事実関係から、導かれる道理 A の事実が成り立つなら、B 事実も同時に成り立つという事実関係のつながりの集合体に照らし合わせて、不当かどうかを判定するのが良いと思っています。行為をする人、その行為を受ける人のどちらかの心理によって、不当かどうか決まるのであれば、行為を受けた側が不当と主張すれば、それが、いじめになってしまう危険性があるためです。そのため、いじめとは、どちらも思っていない場合でも、それはいじめに該当しているケースは多々あると思います。まさに因果応報カルマの法則です。しかしこれでも懲りずに弱者を嘲笑い続けるのであれば、その都度、負のカルマが発生し、絶妙のタイミングで痛い思いをするのでしょう。そうやって少しずつ自身の行為を修正していく作業がカルマの法則にあるのでは、事実関係に見合った素晴らしいご洞察と感じています。おそらく、僕とあなた様では、痛い思いの中身を異なって捉えていると思うのですが、人生上の出来事を通じて、自身の行為を修正していく作業に関して、僕も同意いたします。以前質問させていただいたゆきです。一輝さんの言っていること、当たっていてびっくりしました。よろしければ下記の質問にも答えてくださると嬉しいです。1私はいつ何歳頃、どんな病気で亡くなるか ?2 私は下脱できるか ?3 安楽他日は利口路に値するのかです。ご質問をいただき本当にありがとうございます。僕の潜在意識からの情報提供は、絶対ではありませんが、お役に立てたようでよかったです。では、ご質問にお答えいたします。
1. 私はいつ何歳頃どんな病気で亡くなるか、これに関しては情報が得られません。知ると人生上の判断や成長に常に悪影響を及ぼす内容であるためです。2. 私は下脱できるか、僕の場合下脱は過去の行為により作られた自我を破り、地球人類の常識から逸脱するほど大きな自我を獲得することと定義しています。ですので地球人類が信じる中心的な概念を逸脱した、また世界にとって良い行為をするほどに下脱できるものと考えています。例えば資本主義社会においては金銭を他者のために使うというのはリスクが多いという常識的観念があります。それゆえに他者のためにお金を使う行為はより一層地球人類としての自我を破ることにつながります。その過程では地球人類としての自我が分厚いほどに苦しみが生じますし、あまり歓迎できないような出来事が起こりますが、自我を破り大きな意識を得ることにつながると思います。地球人類としての自我は資本主義にとらわれていますが、その自我が薄くなると経済力による安定ではなく法則による安定の方に現実味を感じるようになります。現状の自我を破ることができる行為は様々な種類があり、自我を破る行為ができるほどにあなた様は下脱できるものと思います。ちなみに他者のために金銭を与え続けるのが善であり続けるわけではなく、段階によってその方法が良いかどうかも変わりますし、周囲の人と財産を共有しているならば自由に使えるお金以外の面においてはその周囲の人の自由意志を尊重し、他者のために使うことに関して同意を得る必要があると思います。こうした自我を破ることによって得られる諸々の学びなども下脱する過程で大切なのだと考えています。自我を破るための行為は身近なものから大きなものまで無数に存在しています。3. 安楽他非は自殺に値するのか、状況やその行為の動機によるのですが、全体的に判断すると自殺に該当することが多いと思います。的確な回答ありがとうございます。1. 未来の病気について、私は以前見つかりにくい病にかかってしまい本当に苦しんだため聞いてしまいました。ありがとうございます。すごく辛いことが度重なり起こったのですが、神社にお祓いに行ったところピタリとやみました。そのため聞いてしまったのですが、私にとって修行する意味が病気にはあるんですね。考えさせられました。イッチ様の使うリーディングのような方法などでこの先のご自身の未来を見る場合は注意があります。それは見た未来が必ずしも当たる保証はないということです。というのもリーディングや占いでは一番起こる確率が高い未来が優先して映されます。それに加えて誰がいつどうやって他日布かをピタリと当てるのはかなり難しく、他人のオーラや潜在意識を読み取るため当然リスクもあります。未来は決して一方向ではなく、いくつもの分岐があって平行世界も存在しています。なのであまり過度な期待はなさらぬようご注意を。ユキ様の今後のご活躍を切に願っております。ありがとうございます。他人の潜在意識を読むってリスクがあるんですね。知らなかった。リスクがあることを質問してしまいすみません。人は想像したものに寄せていきます。あなたは100歳の誕生日にたくさんの子供や孫たちに囲まれながら幸せに眠るように行きます。下脱するもしないもあなたの自由意志のままです。抵抗できない障害者の人をいじめる行為と、自身の遠くにいる抵抗できない人を遠隔で責める行為は本質的に同質だからですね。自分はこの部分に同意です。強者に対していじめは成立しないということはないと思いますし、バッシングの域を超えた末殺です。それにこの敵意が何者かによってコントロールされたものだったとしたらどうでしょうか。最新の邪悪の形って表面的には正義のようなことを言って敵意で大勢の人々をコントロールするのです。その予行演習のようで気味が悪いです。興味深いご意見、とても感銘を受けました。この敵意が何者かによってコントロールされたものだったとしたらどうでしょうか。最新の邪悪の形って表面的には正義のようなことを言って敵意で大勢の人々をコントロールするのです。メディアからの情報によって人間が敵意を持つ対象が決まってくると思うのですが、メディアの成り立ちからして公平性は乏しいゆえに、当然メディアから情報を得る人にも公平な視点は宿りにくいということがあるように思っています。公平性をメディアに期待するのは難しいので、自身の行為のどこまでが正義なのか煽られた敵によるものかを極力公平に考えることで
公平な視点が身につき、物事の真相が見えやすくなるのではないかと考えています。また、公平な視点を持つ人たちが増すほど、メディアはその公平性に応じざるを得なくなるのかもしれませんね。リッチ様、はじめまして。2点聞いてみたいことがあります。仕組みを教えてもらえた、とのことですが、神様的な存在？とお話できるような感じなのですか？それとも、リッチ様の実感として、分かってきたという感じでしょうか？稚拙な質問ですみません。それと、私は亡くなった人のことで、後悔があり、どうしても過去に戻りたい。時間を巻き戻して、一緒の時間をもう一度過ごしたいと思っています。時間を巻き戻して人生をやり直す、なんてことは可能なのかとか、それについてどうお考えか聞いてみたいです。実感として分かってきたという表現の方が正しいと思います。自我を削るほどに潜在意識、僕が実体と呼ぶ存在による意識の方が、優位になるのですが、それに伴い、実体由来の知識が、意識の表層に上がってくるようになってくるのだと思います。私は亡くなった人のことで後悔があり、どうしても過去に戻りたい、時間を巻き戻して、一緒の時間をもう一度、過ごしたい。僕が知る中では時間を巻き戻してやり直すことはできないように思えますが、一つの仮説として、人間は進歩のかなり上段まで来ると、数々の人の過去の意識に潜り込むことで、行動を修正するように働きかけることもあるかもしれないと考えています。根拠となるのは、あくまでも僕の主観にとどまりますので、仮説の域を出ないのが実情ですが、潜在意識が優位になると、未来からの情報と思われるものが頻繁にある故に、過去や未来などの時間軸を超えた存在がいるかもしれないと考えていることが、おぼろげな根拠となります。それをもって過去と同じ状況で、やり直すことができるとするには、根拠に乏しすぎますので、現状では不安定な仮説だと思います。ただ、人間はやり直したいと思うことに関しては、今世や来世のうちに、一見形は違うけど本質的に同様な状況が用意され、乗り越えることは必ず起こると思います。要するに因果応報を唱えているのだろうが、この世界、他人を踏みにぎる、あるいはこすずるいことを知ってる奴らほど、うまく害の木にありついてるのが現状である。というか、この国のトップにいる、政治家、官僚は基本的にそう。それはどうなってるのか？素晴らしいご質問をいただきありがとうございます。これは多くの人が疑問に思うところなのではないでしょうか？良い行為をする。イコール人格の向上をベースにカルマの法則を考えておりますので、財や地位の代償は大きなテーマとして見てはいません。ただ、財を私利私欲に使うほどに人格が、利己的性質僕が良くないと定義している性質に偏りやすいことからも、財や地位は無関係というわけではないのも事実だと思います。また、僕自身としては、賢く使えないほどの財や地位を手に入れてしまった人に対しては、悲劇に見舞われてしまった人という認識があります。それで、因果応報があるなら、なぜ、ずるいことをしている人ほど、財や地位にありつくことが多いのか？について僕の見解をお伝えしますね。結論からお伝えすると、人間の常識的観念は、疑似の法則を生じさせる力があり、資本主義には資本主義を取り巻く法則が生じていて、それ自体をカルマの法則が許容しているためだと考えております。他者を蹴落としてでも止めばいい、自由競争は善であり発展に必要と信じる人が多いほどに、真のカルマの法則が、物的には顕現しづらくなることが一つの理由でしょう。この場合ですと、優しい人ほど、他者を利用してお金儲けすることに抵抗を感じますし、競争には負けやすいです。しかし、カルマの法則自体は、働いておりますので、人格面での向上や、それに付随した物的保護なども、働くようになっていると思います。とはいえ、善行をする、より良い世界のための行為、イコール人格が向上する、イコール過去の誤った行為により形成された、狭い自我が解かれるための困難が生じるなどの原理もあり、善行をした人が、物的には報われにくいなどの影響は、この先も長い期間続くものだと思います。ただ、ずるいことをした方が富みやすい。物的な環境の中では善行の価値が大きくなり、強い精神を得ることにつながりやすいと考えています。物的な環境の中では善行の価値が大きくなり、強い精神を得ることにつながりやすいと考えています。この先も長い期間続くものだと思います。ただ、ずるいことをした方が富みやすい。物的な環境の中では善行の価値が大きくなり、
強い精神を得ることにつながりやすいと考えています。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。